ね、普段オリジナル曲で活動をしています。で、今高校生で夏休みなんですけど、夏休み前にこのアスナルでオーディションを受けまして、それにありがたいことに合格させてもらって、今こうして30分のステージ立たせてもらってます。本当にありがとうございます。それで、これから定期的にこのステージでライブをすることがありますので、皆さんぜひぜひ会いに来てください。はい。で、私のインスタグラムとかツイッターとか、あと TikTok を最近始めまして、かおりあいかと検索してもらえば出てくるし、で TikTok は私の曲があるんです。で、今踊ったトゥットゥットゥっていう曲の振り付けもね、ぜひよかったら一緒に踊ってほしいなって、まだ自分も踊れてないんですけど、これから出していこうと思いますので、皆さんもぜひよかったらチェックしてみてください。それでは次の曲に行きたいと思います。次の曲は、私の地元が小牧市というところなんですけど、その小牧市にある小牧山城をモチーフにした曲となっています。それでは聴いてください。かけがえのない場所。Thank you.
私が高校1年生の時かなに作詞作曲を初めてした曲となっています。で、YouTube でミュージックビデオがありますので、皆さんぜひ香織愛花と検索してみてください。で、ここからちょっと自分のね、好きなことをちょっとな話したいなって思ってるんですけど、皆さんタピオカ好きですか？好きですか？もしかして今日ここにいる方、タピオカ飲んだよって方、はーい、おー、いたいたいた、よかった。なんかね、前のライブの時にタピオカ飲んだ人って聞いたんですけど、その時いなくてちょっとしょんぼりしたんです。で、私大好きなのでライブ前とかによく飲むんですけど、今日はちょっと飲めてなくて、で、今タピナビっていうタピオカのアプリがあるんです。で、そのアプリがなんか何回も聞いた方もいると思うんですけど、タピオカのお店がどこにあるか分かるアプリなんですよ。なんでタピオカが好きな方はぜひタピナビっていうアプリを携帯に入れて飲んでほしいなって思ってます。なので皆さんぜひタピナビ調べてみてください。はい、そんだけです。はい、それで私の事務所に一緒に所属をしている、花柄のアリスレティックという子たちがいるんですけど、その子のね、一人のメンバーがそこのカメラのところに座ってる女の子なんですけど、あの子たち2人グループなんです。で、もう1人は今日いないんですけど、その花柄のアリスメティックっていうグループのアイドルさんたちも皆さんぜひ検索してみてください。そして応援よろしくお願いします。はい、って感じで、本当になんか時間ってあっという間ですね。あと2曲しかないんですけど、最後の最後まで盛り上がっていきましょう。それでは次の曲聴いてください。ドットコネクト。
ついですね。それでは次の曲で最後になります。それでは最後の曲聴いてください。 F キューブ。